インドメディアの報道によると、中印両軍の間で9月7日のパンゴン湖北岸での発砲事件よりさらに激しい発砲事件が起き、両軍が100発から200発を発砲したという。インド国防大臣が中共軍に多数の死傷者が出たと明かした。詳細を知るインド政府高官によると、事件は中印双方の軍隊がパンゴン湖北岸の支配権を争う中で起こったという。 この交換によると、9月の第1週にパンゴン湖の南岸と北岸で多くの行動があり、9月の第1週、この地域で複数の発砲事件があったという。その後、パンゴン湖北岸で中、陰、双方が空中に100発から200発発砲した。発生地は3号と4号の山の尾根近くだという。 チュシュルでの発砲事件後これまでのところ中印双方は北岸発砲事件に関する公式な声明を発表していない今回の発砲規模はより大きいという中印国境で発砲が発生した後、9月10日インドのジャイシャンカル外務大臣と中京の王毅外務大臣がモスクワで会合し事態の悪化を回避するために5つの合意に達した 外国メディアの報道によると、両国は今も国境地帯で積極的に行動しており、緊張緩和の兆しはない。9月7日夜、中印国境での発砲事件については、双方が異なる見解を示した。中共はインド軍が違法に境界線を越え、パトロール中の中国兵を発砲で脅迫したと非難したが、インドはそれを否定し、中共軍が最初に発砲したと主張した。 インドのラージナート国防大臣は9月15日のインド連邦会議に出席し、この衝突で中共軍に死傷者が多く出た。インド軍はあらゆる状況に対処できると述べた。ラージナート国防大臣は中国はパンゴン湖の南北両岸などラダック東部地域を含む実際の支配線に沿って多数の軍隊と兵器を配備しており、 インド軍はインドの安全保障が十分得られるよう適切な対抗配備を行ったと表明したまた中国の行動が一方的に現状を変えようとしているがインド側はこの行動を容認できないことを外交および軍事チャンネルを通じて中国に表明したインドメディアはラージナート国防大臣の発言が中印の継続的な対立以来 インド政府によって発行された最初の公式声明として非常に重要な意味があると信じている。